パッと初めて見た時はやっぱりもうかっこいいなと思いました。やっぱり S クラスの伝統的なフロントグリルと、あとはシャープなヘッドライト、リアのランプなど見ても、今までの伝統的な S クラスプラスアルファ最新性が乗ってるなっていう感じはしましたね。今回の S クラスっていうのは今メルセデスが持ってる技術すべて入れているモデルなので、やっぱり乗った時にまだ気持ちが高ぶる、内装のやっぱり迎え入れるシステムだったりっていうもの、あとはもうどこまで運転しても疲れにくい、飽きないっていうところはぜひ乗っていただきたいかなとは思います。やっぱりS クラスっていうのは歴代乗り継いでいただいているお客様も多いのと、今回からっていうのがやっぱりデジタルネットワークっていうのが非常に今回一新されたところではありまして、例えば一つ前の方と比べると喋る機能っていうものが新しく追加されたので、やっぱり今まで機械とかを触るのが難しかったよって方も喋るだけで操作性ができる、もうスマートフォンと同じような感覚で目的地の入力ができたりっていうところもやっぱり使いやすいのかなと思います。歴代乗っていただいてたお客様に関してはやっぱりもう必ずご満足していただける安心感、快適性、そうですね、もう間違いなくご満足していただけるモデルではあるので、やっぱり見てもいただいても楽しめるモデル、中に乗っていただくとよりここまで車が変わったんだっていうふうにやっぱり感動していただけるレベルの車だとは思いますので、今回の S クラスっていうのがもうナビゲーションシステムが大幅に大画面になって、より未来感を表すシステムになっているので、今までにない自動車だと思うんですよね。なのでそういう意味でやっぱり最新のテクノロジーっていうのを体感したいって方は、そういうナビゲーションシステム、喋るシステムっていうものはすごい魅力的に思っていただけるんではないかなとは思いますね。メルセデス・ベンツ西新宿では今2つのタイプの試乗車のご準備がございまして、 S の400ディーゼルというショートボディのタイプと、 S の500、ガソリンモデルのロングの試乗車のご準備がありまして、S クラスの500のタイプにはリアコンフォートパッケージという後部座席のモニターでしたり快適に乗れるオプションまでついたご試乗車をご準備させていただいてます。それで今回から S クラスっていうのはやっぱりサイズが大きくなってる兼ね合いで、やっぱり車庫に入れてみたい、長めに試乗したいなどのご要望というものもお受けすることができますので、ぜひこの機会に最新のお車乗っていただければと思います。